ラジオイジーですまあ、大体あの生きてますとね、10年に1回ぐらい大変な出来事が起こるわけでありまして、えー、一つ前はもちろん言うまでもなく東日本でした。そして今回2020年になって、えー、ね今またあ国難みたいな、ね、状態になっております。で、今政府はあね、 なんかお金ばらまくって言ってるんだけど <laughs>、えー、えばらまき方をどうするかみたいなことをね、今話し合ってるみたいで、で、ばらまくらしいですよね。要は、えっ、ー、と、世帯ごとに、収入が厳しくなってきた世帯ごとに、10万円ずつぐらいばらまくみたいなことを言ってるみたいですけど、それって、1ヶ月の生活費にもならないよね。 で、その、ばらまきをやると、結局は、その、ばらまくためには、いろいろな経費もかかるわけですよね。で、その、お金を配るためのいろいろなシステム作りとか経費もかかって、すごい人もいるし、ということで、その、ばらまくお金に、の2倍とかの、下手すると、お金はかかるんではないかと思います。そこまでいかないのかなで、それを、 今度は増税という形で、後でまとめて回収にかかるのが国ですから、この国の経済対策、リーマンの時よりも大きな経済対策をやるということになりますと、えー、後で増税が行われて、えー、たっぷりと税金を後で絞り取られるということになるのであるのだろう <laughs> と思うと、 ああ、結局増税なんだろうなあっていうふうに思えてきまして、えー、気が重いというか、嫌、えー、な感じがしますね。<laughs> 増税待ってるんだなあっていうね。だから、本当にあの、朝産母子という言葉が、個事がありますよね。何か、あ,あれはお猿さんに餌をやるときですか今3つで、 あとで4つがいいか。餌 <laughs> ね。今4つもらって、あとが3つが、どっちがいいっていうとみんな今4つ欲しいっていう、っていうね。<laughs> だけど、でもあとで3つになっちゃうよっていう話でね。だからそのこういう経済対策もまさにその調産防止みたいな話で、今たくさん、なんか今もらえるよって言われても、あとでたくさん取られるわけだから、そのばらまくための経費も含めてね、しっかり回収が行われるわけですから、 で今こう日銀なんかもね。ねこういう時だからってすごいジャブジャブとお金ばらまいてるんですけど、現象は全部我々の国民のお金ですからね。で最後、今の ETF 買いなんかもバン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 買ってるけど、最後どうするか全然決まってないっていう相当すごいことをやってるわけですけど、でそれで何かあまずいことになっても、最後はあんたたちのお金はないよ。貯金ゼロになったからね。はい。えー、ね。 しょうがないよ、こういう状況だからしょうがないよって言われておしまいですよね。で、政府ってそういうことをたびたびやるわけですよね。ねえそれでもって、えー、終わりと。たびたびやるわけですから。それはこういう今みたいな何かこう、国難みたいな時にそういうことが起こるわけですから、こういう時が来ると、やっぱりね、何かの形で取られてしまうんじゃないか。<laughs> とか、我々みたいな高齢者は、まあ、 ねえまだまだ僕、まだ今、前期高齢者っていうんですかね、ちょっと分かんないですけど、60歳って高齢者ですかね。で、それ、要するに、この後年金もらえないんだろうなとかね、と何か取られちゃうんじゃないかなとかね、貯金ゼロだよって言われるんじゃないかな,ーなーとかね、いろいろなことを思って、不安があね募ってくるわけですよね。で、だから政府がお金配るぞーって言ってると、すごいこう、 心配になってくるのが僕はそういう感じです。心配なっていますね。その後それどう回収するのかな。えー、倍返ししなくちゃいけないよね。<laughs> だからそういう意味で、個人的にはいらん <laughs>。いらんから、いらんから増税はやめてくれっていう気がするね。で、増税について言えば、そもそも今回5%から8%へ、8%から10%へというふうに増税してきたわけですが、 その時にまあ言われったのは、リーマンのようなことがない限りは増税させていただきますからねって言ってた。で、今リーマン以上のことが起こったってことを国が認めてるんだから減税だろうよ。<laughs> リーマン以上のことが起こったっていうふうに国が認めてるわけだから減税だろうよ。減税した方がいいじゃねえの。減税すべきじゃねえの。やっちゃったもんはしょうがないの。今そういう状況になったわけだから。 じゃあ下げようよで。僕は消費税っていうのは非常によろしくない税金だと思ってまして、えー、例えば今日本には貧困家庭がいっぱいあってですね、えー、今晩のご子供に食べさせるご飯がないみたいな家も結構あるわけですよ。今晩子供に何食べさせたらいいんだろうというような家庭もあるわけじゃないですか。そういうところがもうよからも容赦なく取るのが消費税でして、非常にまあなんて言うんですかね。 情け容赦のない税だと思うわけですねだからよろしくないと思うわけ。まああの消費税を上げるのはねよくないといつも思うわけ。3%パーから5%パーまあ消費税がね、えー、最初3%パーで導入された時景気悪くなった5%パーに上がった時景気悪くなった8%パーに上がった時景気悪くなった10%パーに上がって景気悪くなってね、えー、GDP まで落ち込んできて えー、その日本の増税に対して海外からも良くないという話も出ている中、リーマンショック以上のことが起こっているということに、えー、を政府が認めているのであれば、消費税はまず下げるべきなんじゃないか。最低でも5%パー、ね、あるいは撤廃とかね、えー、思い切ってやれば、えー、少し効果があるのではないかと思うんですけど、これはなんかダメみたいね。あの、なんかあの、 消費税一回上げたのを下げると言っていろいろとんでもなく厄介で簡単にできないらしいね簡単にできないようにしてるんでしょうね一回上げたものは下げないということにしてるんでしょうねそれを前提にやってるんでしょうねだから下げることも前提に上げなきゃダメだよね下げることを前提に上げてないんだよねだから下げられないんだよねだからこうエリーマン以上のところことになってるって言ってながら消費税下げないんだよね 消費税下げると一番いいと思うんだけどね。素人考えですかね。<laughs> だって本当にちょっと考えても、その本当にね、明日のご飯どうしようみたいな家庭にも容赦なくかける、えー。赤ちゃんの離乳食とかね、おむつにもかける。でも生活がギリギリの人の食事にもかける。食料費にもかけるっていうね。そういうことを考えると僕は良くないと思うんだよ。消費税がね。 で結局、だから政府がやるって言ってもばらまきか、あとは、えー、中小企業なんかに対する無利子の、まあ、あまり催促しない、えー、お金を貸すよっていう話ぐらいしかないわけですけど、まあ僕も中小企業の親父ですけれども、貸してもらったってしょうがないもん。返さなきゃいけないから、どうせ。貸してもらったってしょうがないよね。当座、例えば僕もね、昔あの学習塾やってて、 えー、その時に一時スタッフをね、えー、まあスタッフを雇,い雇っていた時期があります、えー、スタッフ何人も塾の先生をねお願いしてたことがあるわけですよそういう時って一番大変だったのはの厚生年金とか社会保険とかねその負担がものすごい大変で,であれ払うともう何にも残らないんだよね 結構ね、まあだから学習塾だから入ってくるお金も知れてたんですけどで、結構それ入ってきたとしても、もうそういうの払うと何も残らなくて自分の給料取れるか取れないかぐらいの <laughs> ことも、時もよくあって、えー、会社経営っていうのは本当にね、えー、大変だったなぁと、よっぽど儲かる仕事じゃなかったらできねえなと思いましたよね。で、そういう中小企業に対して、 無理しでお金貸してあげるよって言われてもね、され返さなきゃいけないわけだからね。まあ、当座、例えば従業員の給料を払うのに、えー、お金借りて賄ったとしても、それまた返さなくちゃいけないと。で、また従業員の給料も払いながら、返しながらってことになるわけだから、無理なんですよ。<laughs> 貸すって言われてもね、無理なんですよ。ギリギリでやってる中小企業なんかね。だからそういう意味で、今回、 もうね、えー、どうしようもないなぁと、困ってしまっている中小企業の親父さんとか経営者、たくさんいるんじゃないかね。で、まあ、だからね、こういう時って、政府がなんかね、えー、お金ばらまくようとかね、金貸すようとか言ってくれるけど、結局はさ、自力でなんとかするしかないんですよ。自力で。で今のこの日本の状況の中で、 自力で何とかするしかないわけだよね。で、僕なんかまあ自営業だから、あの、えー、まあ僕は引退してる身ですから、もうね、今月でとうとうついに、ちゃん、ちゃん、な正式な引退というかね、僕は投資顧問業だったんですが、えー、有料の会員さんが今月末で、えー、ゼロになるんで、えー、で、とうとう僕は完全引退ということになるんですけどね、まあ中小企業の親父としてやってる、 とすればね、まあ僕はだからその後はね、人を雇うことはやめたんですよ。もう自分一人でやろうと。で、一人でできるビジネスをやろうと。ねで、その時はもう、あの人にね、あの、外にね、例えばソフト開発を依頼したりしてましたけどね。もう、どんどんそういうのもやめて、できる限り極限、極力一人でやれるビジネスをやってきたんですよね。それが一番強いから。で、まあ、そうやって一人でビジネスやってれば、 こういう時に何かあった時に、あ、今のビジネスダメだなと思ったら、今の時代にあった、あるいは状況にあった新しいビジネスを起こせるわけですよね。起こせるわけですよ。それは別に経費なしで起こすことだってできるわけだから、知恵と工夫次第でね。そうやって僕は、まあ、いろいろなビジネスを起こして乗り切ってきたけど、その、起業してる人に限らず、自分でビジネスやってる人に限らず、雇われている方も、 こういう状況になったら、ここはもうね、自分で工夫をして、なんとかこの状況を克服して、生き延びるしかねえぞ、これは、<laughs> と思います。だから最終的には、政府がなんかばらまくよとかね、金貸すようなんて言ってても、ああ、そうですか、それでどう思っていうことで、そうじゃなくそれをね、なんかもっと手厚くしてくれとか言ってんじゃなくて、自分がこれどう乗り切るかってことを、真剣に自分で考えて、 乗り切るしかないですよねだ大体10年に1回ぐらい「うん、何これ?」っていう状況が起こってくるわけだからそこでそれを乗り切る,乗り切るかどうか乗り切ることができるかどうかっていうのは個人の知恵ととととアアイデアと工夫と努力かなと思いますそれでも状況によって、うん、ねあの子どもさんのまだ本当に手のかかる子どもさん抱えていらっしゃる方とかね いろんな方がいらっしゃってもどうしようもねえよっていう人もねいらっしゃると思うんでね本当にそういう方にはお気の毒だなぁと思いますけどねなんとかしてでもそこを工夫と努力と知恵と協力と <laughs> できる限りのねことをして乗り切るしかないんで乗り切っていかないといけないですよねだ政府に耐えるみたいな感覚っていうのは逆にそういう知恵を が出てくることをまあ阻害してしまう面もあるのでここは自力で乗り切らなくちゃいけないんだっていう意識で、えー、考えてやっていくしかないんじゃないですかねまあそこがうまくできない人もいっぱいいると思うんで、えー、そこはね周りが、えー、協力する助けるみたいなことも必要になってくると思います政府は 当てにならん <laughs> と思う僕は。結局最終的にはね、税金たまり取ることしか考えてないわけですから。いや、あの時経済対策やったからね、お金足りないから税金ちょうだいとか、あの時経済対策やったから、お金もうなくなっちゃったからあなたの貯金ないよとかね、もう。そんなことになるに決まってるわけですからね。最後は。だから、耐えれるのは。 自分だけですよね。自分だけかなと思います。まあ、あ家族、パートナーと協力してね、いける人は協力していくってことになるんでしょうし、えー、そんな厳しい今あ、状況に来ているなと思います。まあ、政府、いろいろ言ってるけど、結局我々、一人一人が頑張って乗り切っていくしかないですよね。頑張りましょう。 知恵を出して工夫して頑張りましょうそう思います